ですね、僕自身オフィシャルヒゲダンディズムさん前から大好きでよく聞いていたんですが、今回のオープニングの曲を聴かせていただいた時に、もともとのオフィシャルヒゲダンディズムさんの良さを生かしながら、もちろん作風に合った厚さもあったりとか、あと転調がすごいたくさんあったりとか、すごいトリッキーな、楽曲だなっていうふうに思ったのが、一番最初の印象でした。え、マジかよと思って、だってこの曲めちゃくちゃキー高いんですよ。もうほとんど、まあ、本当に僕自身がいつも歌ってるキーよりもはるかに高い曲なので、お話をいただいた時は、まあ、正直できんのか俺みたいな感じで、ちょっと不安もありましたけど、まあ、いけるところまで歌ってみたいっていう、やっぱなんかそう欲の方が勝って、レコーディングに行くのがすごい楽しみではありましたね。はい。なるべく普段そのマイキーが
作品の中で喋っている、まあ、音域というか出し方みたいなところは工夫して、なるべくそこに近づけるっていうような努力はしましたね。でもやっぱり歌ってくると、やっぱどうしても人って誰でも使うところ変わってくるので、そこら辺はあんまり、なんて言うんですかね、固執せずにちょっと自由に、マイキーだったらどう歌うんじゃないかっていうようなところを、まあ、自分の中でモザイクして、まあ、歌わせていただいた感じですね。今回そのマイキーで歌ってくださいという、ご提案をいただいたので、僕自身ではなくマイキーの心情というかマイキーの気持ちになって歌うっていう風な設定でやらせていただいたんですけれども、まあ、基本的にこの、クライベイビーってタケミチの心情を描いた曲でもあると思うんですけど、まあ、歌詞のまあ、一節の中には、まあ、マイキーの心情を投影しているのかなというふうに思えるようなところがありまして、そこがですね、特に感じるのが、すごい静かになるところ、最後のサビに行く前の「ああ傘はいらないから、言葉を一つくれないか、ぬるい優しさではなく弱さに侵された胸の奥をえぐるような言葉を」っていうようなところの詩があるんですけど、ここが、まあ、マイキーの、なんだろう、周りに言えない弱音みたいなところをなんかすごい映しているかなっていうようなところがありまして、そこは本当に、なんだろう、マイキーが心の中でつぶやいているみたいな感覚でアプローチしたいなっていうふうに考えたりとか、あとはその行く手前のところで、どうしてって叫ぶところがあるんですけど、そこの手前の、どうしてのメロディーのところに、セリフっぽいニュアンスの、言葉をちょっと付属させてみたりとか、その、なんていうんですかね、マイキーが心の中に抱いている闇の部分を、すごい心の中でもがいているというか、そういうようなアプローチにしたいなと思いましてですね、レコーディングの前日に家で一人で考えてました。はい。いやー、全24話ですか。本当に、見てくださった方、本当にありがとうございました。後半になりにつれてシリアスな展開が多かったんですけれども、そこから、まあ、友情でね、いろいろ許していくっていうようなストーリーが本当に僕的には感動する、ところがありましてですね、血のハロウィン、僕も頑張って演じさせていただきました。もう本当にね、終わるのが寂しいですけれども、またいつか、リベンジャーズ、続けばいいなと思ってますし、まだまだ、マイキーを演じ足りないなっていうふうに思ってますので、ぜひとも、皆さんの応援を、皆さんが応援していただければ、もしかしたら、また会えるかもしれませんので、引き続き東京リベンジャーズアニメの方もよろしくお願いいたします。